北ちゃん、一星、レオン、俺でメンバーが4人決まった時に九州にツアーに行ったんだよね。俺らと一緒に滑りたいって言って来てくれたのが元木。糸数元木です。出身は沖縄です。元木はなんか口数すごい少ないんだけど、滑りですごいこう自己主張ちゃんとしてくるっていうか。スケボーは19歳ぐらい、大学入ってから始めました。今は8年目ぐらいです。沖縄にいる頃からそのペニーは乗ってたんですけど、ちゃんとなんかスケートボードを練習し始めたのは北九州に来てから。彼自身が持っているそのスケートに対するアプローチがすごく気に入ったというか。結構ふんわり動きたいなと思って滑ってます。ふんわり、はい、理想はです。元木の考えてるそのスケートボードのアプローチはうちらチームも刺激になると思うし、面白かったっていうか。いきなり森田さんから電話かかってきて、東京に撮影しに来ないかっていうふうに誘いいただいて、で東京にいて、そこでジフレックレスに入らないかって話された感じです。何のためにスケートしてんのみたいな話をした時に、元木が思ってることを言ってくれて、森田さん的には自分の沖縄に帰ってからの将来もこう見えてる感じで、そういう風に話されて、あ、そういう考えがあるんだったらどうみたいな、一緒にやんないみたいな。乗りたいと思って、 G-FLEX のみんなで新しいスケボーの価値観を発信していけるような